はい、ショックマンです。いいっすね。昨日ちょっとやったんですけどね。はい。ちょっと短かったんで、もう一回、もうちょっとやりたいので。あれ？ゼロか。あれ？セーブできてないのか。セーブできてないっぽいな。酒場ですね、これ。これ人と触れるだけで会話してしまうんでね。あ、そうか、鎧やったな。もしかして、これ装備せなあかんのかな、このゲームは。この、剣持ってないですもんね、どう見ても。あ、こうせなあかんねんや。だからか。そりゃ、そりゃそうやな。そうそう。これでいいんですよ。これちょっとね、斜めにしないとダメージ食らうんですよね。これだったらこれ、ジェットセーター回復するんですよね。はい、傷薬とかね、そういうのなくてもね、薬草とかなくても、回復するのがイースの特徴ですよね。ダメージ食らったらこう、ジェットセーター回復するっていう、すごいあれですよね。能力ですね。自由治癒、自由者は、自然治癒システムっていうね。ちょっと強いんやな。ああ、なんか動物がいる。強いんかな、これ。ああ、やられた。強っ。ああ、そうか。これ装備してない状態や。ああ、間違えた。何しとんねん、おい。簡単にセーブできるとかね、いいですね。うわ。強いな、俺。ファミコン版よりちょっと強くないですか、こいつら。
ファミコン版とか PC エンジン版よりちょっと難しい気がする、こっちの方が。ダメージ食らうもんな。もっとスムーズにいけるんですよ、ファミコン版だったらね。硬いな、結構。この曲がね、神曲なんですよね。廃校ですね。あ、見えないからな。おお、びっくりした。ああ、なんか手に入れたん。たまたま。なんか村があったよな。ここ何の日になる日やっちゃうね、俺ね。この日何の日になる日ですね。日立のね、はい。なんかああいうでかい木見るとね、そういうイメージがね、ありますね。はい。日立とかまあね、やば。こうやって斜めからね、やる方が一番いいですね、これね。いいっすって。いいっすわ、ほんといろんな機種、あ、ここちゃうの。あ、ここや、ここ、村。銀の鈴が盗賊に盗まれたんだ。なんとか取り戻してほしいのがやってくれるか。はい。はい。盗賊のやつか、この村から北へ上がった山の中だ。よろしく頼むぞ。くれぐれも鈴が盗まれることは村人には言わないでくれ。ここ何にも武器はなかったよな。売ってないよな。でも、イース1ってめちゃめちゃ短いですよね。イース1は短すぎてね。村2つしかないし。何やったっけ。塔みたいな。なんとかな、この塔の最上階にボス倒したらもう1、イース1終わりですからね。めっちゃ短い話なんですよ、イース1はね。イース2は結構長いですけどね。だから当時、イース1出た時、これで5000円とかって高くないかいっていう感じはしましたよね。この内容で5000円はね。5000円というかファミコン版とかにしてもね、イース1、2でちょうどいいぐらいのね、ストーリーの長さだと思うんですけど、イースだからイース1、2でセットで売ってるのが多いですけどね、イース1だけだとちょっと短すぎるんですよね。これがだって最後の言うたら塔ですからね。これこのレベルでこいつら倒せんのかな。あれやな。あ、全然無理や。
でダメージすら与えられないやん。そりゃそうやな。まあな、一番最初の草原の敵でそりゃ手こずってる状態ですからね、そりゃ無理でしょうね。あら、なんもないやん。ファミコン版だったらね、ここの場面も音楽変わるんですけどね。うん。あー、やられた。最初からやり直しですからね。レベル上げせんとダメってことですね、これ、こうやってね。強いな、これ。この犬。あの犬倒せたことないもんな。もうレベルが1でも上がったらすぐセーブした方がいいって感じですよね。強いな、これ。うわ、強っ。全然進まへんやん。もうちょっとスムーズにできるんですけどね、ファミコン版だったらね。これちょっとむずいな、マスターシステム版は。むずいわ。嘘でしょ。弱すぎるわ。なかなかレベル上がらないしさ。うわ、やばい。強い。うわ、一発であんな減るんや。そう、犬は相手せん方がいいな。こいつやな。うわ。はい、やめましょう。終わりまーす。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画をよろしくお願いします。